おしゃれなオフィススペースに明るい日差しが入る開放的な吹き抜けの廊下。館内のレストランではふっくらとしたハンバーグも食べることができます。造園地区に新しく最先端の施設がオープンします。その名もエアウォーターの森です。造園エリアに誕生した新たな施設エアウォーターの森は地上4階建てで、2階から3階には大学などが入るスペース、外部企業も利用できるコワーキングスペースなどが入り、新しい事業やアイデアを生む場所となります。建設したのは産業ガスの供給や医療機器などに携わるエアウォーターです。施設にあるスペースを生かし、さまざまな団体と交流し、北海道が抱える社会問題を解決する、その策を生み出すことが狙いの一つです。次の100年を見据えた時にですね、このカーボンニュートラル、バイオメタン、水素、ヘルスケア、農業、食品というところの、地球環境、エネルギーと農業、食品、この辺の領域をこの建物で新しい地域課題の種を創出したいと。さらに1階には誰でも利用できるレストランがあり、自社農場で栽培した新鮮な野菜をふっくら焼き上げたハンバーグと一緒に堪能できます。新しい建物ができ、さらに活気づく造園エリア、まだまだ再開発は止まりません。札幌市中心部にあるミニ大通公園です。ここのすぐ目の前には JR 北海道などが手掛ける分譲マンションが建設されています。そしてさらにその隣にはクリニックなどが入る商業施設がオープンする予定です。来年6月ごろ完成予定の分譲マンション、地上15階建て83戸の入居が可能です。隣には商業施設ができる予定で、マンション内も天然木を利用し、温かみのある自然と調和したデザインが魅力的です。新しい施設にマンションの建設、再開発が進む造園エリアはさらににぎわいそうです。